覚悟できてんのか。その扉を開けたら二度と引き返せねえ。一、お前にその覚悟があんのか。俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。 すまねえな、一。死んでくれ。人生は冒険だ。これ以上信じた人を悲しませるな。このボンクレ。何なんだよこれ。多少わきまえろ。自分で死ぬわけないでしょ。命拾いしたな。厄介なことになりそうだな。どうせならどん底からやってみろ。 欢迎回到 SEGA TV in Taipei， 我是哈洛卡。好的，很快的又来到了我们第二部分的这个节目了。刚刚在我们的第一个节目当中呢，邀请到了明月总监还有细川制作人，帮我们说明了《审判之眼：死神的遗言》 Remaster 版，它的这个续作呢，今天有非常优惠的价格，然后也请到这个明月总监帮我们的分享到想不到呢木村拓哉先生他私底下工作的一个真实的样貌。相信呢上一个节目当中有让很多玩家们感觉到耳目一新。 接下来呢，在要开始进行到第二个节目之前，在这边还是要提醒各位观众朋友们非常重要的事情哦，赶快看到画面上。好，画面上 SEGA 正在举办来看 SEGA TV 啦的抽奖活动哦。第一个步骤呢，是只要你赶快搜寻，帮我们 SEGA 亚洲家用游戏粉丝团找到它之后，赶快大大的赞，帮我们按下去啦。第二个步骤呢，是你今天在收看 SEGA TV 节目当中的截图，记得拍照下来，把这个截图。 投稿到自己的 Facebook 上面哦，并且呢要 hashtag 来看 SEGA TV 啦，就可以在以下的这四个时段当中呢抽到所对应的赠品。当然，现在大家看到在7点到8点的这个时段呢，大家都有机会可以把我们的 PS5 给带回去。当然，如果还想要后面8点到9点、9点到10点以及10点之后的赠品，也记得要在这四个时段当中收看 SEGA TV 的节目，并且要 好好的做好自己一个抽奖的步骤喽。好的，接下来我们要开始进行到今天的第二个节目。这一款游戏要介绍什么呢？看完了上一个节目之后呢，认识《审判之眼：死神遗言》的朋友们一定就会知道这个系列作，没错，就是好的。我们《人中之龙7：光与暗的去向》国际版。 这是我们 SEGA 以来一直非常具有代表性的人气系列作。我想应该说到 SEGA， 大家就会很直接的联想到《人中之龙》系列哦。好，那这个呢，其实在亚洲地区也是获得了相当高的一个声浪，聚集了非常多的人气，现在已经来到了第7代了。就我自己有加入《人中之龙》的粉丝团。 然后这常会看到我们粉丝团啊，人中之龙的社团，对不起，社团上面就很多就是玩家呢，都会把自己从1代然后收集到第7代的这个光碟片呢照片PO出来，我就觉得说哇塞，大家真的是相当忠实的粉丝，在这边呢也传达一下我对大家的 respect， 好不好？好，那接下来呢，在我们这次的节目当中，我们一样再邀请到明月总监之外呢，还有一位我们好久不见的佐藤制作人也在线上，准备好要跟大家连线喽。这就是来自于日本 SEGA 总公司的线上连线，让我们一起来欢迎明月总监还有佐藤制作人。 SEGA Gotoku Studio の Nagoshi さん、Satou さん、いますか？はい、こんばんは。こんばんは。Nagoshi さん、今ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。Satou さん、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？会いたい。ちょっとしばらく会えてないんでね。好。
那我们在这边先就是表达我不小心就是透露太热情，因为真的很久很久没有看到佐藤先生，然后当然明月总监也是。那我们在这里也是先请到呢佐藤制作人还有我们的明月总监再跟大家打声招呼。Nagoshi さん、改めましてご挨拶をお願いできますでしょうか。はい、引き続き龍が如くの説明をさせていただきますけど、まあ、遥さんは佐藤の方がリアクションが厚かったんで多分いやないです、すみません、まあ、彼の方がタイプなんだろうなと。いやそんなことはないんですよ。大家好，那接下来呢我也会为大家继续介绍人中之龙的情报哦。不过刚刚主持人这个哈鲁卡小姐哦，他呢好像就是对这个佐藤制作人的招呼跟我的招呼有点不太一样哦，所以我大概可以了解就是你比较喜欢就是佐藤制作人的感觉。でそう言われましたら、なんか今の熱いアクション名越さんにもなんかしてもいいですか？の熱いリアクションしてくださいよ。私が しましたら笑わないでくださいよもう。我说这那如果说我这是跟明月，这是我对待明月总监，然后像对佐藤制作人一样的话，那他也要给我热情的回应这样子。好 ，OK。那接下来呢，我们也请到这个佐藤先生帮我们跟观众朋友们打声招呼。そして佐藤さん、ご挨拶をお願いします。はい、台湾の皆さん、そして配信をご覧のアジアの各地の皆さん、こんばんは。龍が如くスタジオプロデューサーの佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大家好，台湾的观众还有亚洲的各位收看本节目的观众们，大家好，我是人中之龙工作室的总制作人佐藤，请多指教。好，谢谢两位。那接下来呢，我们就也帮大家回顾一下人中之龙激光与暗的去向，作品本身，请到两位呢帮我们分享一下。Nagoshi さん、龍が如くセブンの発売から1年ちょっと。と経ちましたが、ユーザーの皆さんの満足度が非常に高かったそうですが、どんな点で受け入れられたとお考えですか？はい、まあどんなところ、まあそもそも主人公が変わって舞台も変わって、何より RPG という新しいジャンルになったことによる挑戦は、まあ今だから言えるけどとても不安でした。だから僕らは面白いと思って作ってるんですけど、まあ、それが結局どう受け入れられるかっていうのはユーザーの方次第なので、まあ、どこが受けたというより、まあ、いまだに、褒めていただけたという結果は本当に嬉しいなという気持ちの方が強いです。はい、我们在这一款人中之龙七的作品里面哦，它其实更换了主角，那舞台也是有更换，那游戏的类型也换成了 RPG 哦，那可以说是改动非常的多。那这些东西呢，虽然是我们给自己所下的一些挑战啦，那当然我们在做的当下也是感到很不安，就是我们努力做了这些东西，那不晓得就是玩家会不会喜欢。那当时确实是对这一点有很多的烦恼，但游戏发售至今呢，就是也受到就是许多玩家的喜爱，那所以现在也有渐渐就是放下这个心中的大石。好的，谢谢明月总监。对，我觉得当初就是人中之龙七在发售的时候，真的是有很多玩家们在热烈的讨论，但是因为经过真的是破关之后呢，真的是非常多的好评不断。我想应该非常多正在收看这个节目的玩家们一定也非常的喜欢这部作品。如果你喜欢的话呢，也请大家留言给我们说你喜欢好吗？好，那接下来呢，我们要来针对人中之龙七光与暗的去向国际版的部分来询问一下佐藤制作人佐藤さん。インターナショナルの V なのなんかですね、キービジュアルは発展ですよね。思わないですが、すごく発展で。ああ、そうですよね。実は、まあ、今回、まあ、インターナショナル版ということで、欧米版でライカドラゴンというタイトルで、本作売ってるものなんですけど、はい、それと同じパッケージを、使用させてもらってます。ちょっとまずここまで。其实哦，这一款人中之龙七国际版哦，它的主要的这个视觉设计呢，是采用这个欧美 Like a Dragon 的这个实体版的盒装封面来进行设计的。
原来如此。今まであのシリーズ通してなかなか黄色い背景であのキビジャーズ作るって僕らやってこなかったんですけど、これ実はその欧米チームが作ったんですよね。で僕らもその最初見て、まあ、今回主人公変わったじゃないですか、カスが一番という、ね、まあ、結構陽気なキャラクターになったんで、まあ、この黄色い背景のパッケージもすごくあの主人公にキャラクターに合ってるな、マッチしてるなっていうことで、まあ、今回もあのインターナショナル版に採用させてもらいました。其实我们人中之龙系列哦，就是从来都没有做过像这种黄色系列的视觉设计哦。那这一次的这个视觉设计，其实也可以说是欧美方面所设计的。那当时设计好之后，我们也想说，就是因为主角其实确实也换了人，那在系统啊或者是游戏性方面呢，也跟过去不同，所以我们就觉得，哎，这个黄色的设计呢，其实也是一个不错的点子。那最后就采用了这个点子。好。谢谢佐藤制作人。好，那接下来来询问一下明月总监还有佐藤制作人，这一次国际版最大的特色到底是什么呢？はい、佐藤さん、インターナショナルとなってどんなところが違うのかと、そういうところはプレイヤーの皆さんは聞きたいと思いますが、ポイントを教えてください。我们来看一下 PPT。はい、はい、ちょっとたくさんあるんで、一個ずついきましょうかね。はい。お願いします。プレイステーション5版をちょっと中心にお話しさせてもらいますけど、まずは各種のロード時間が短縮されています。首先呢我就先以プレイステーション5来做解说好了。那在プレイステーション5上面呢它的各种游戏的读取时间呢都缩短了。はい、そしてフレームレートも向上してまして、動きがより滑らかに、なっています。那再来就是游戏的影格率哦，也有提升了。那这个人物的动作啊，画面的表现都更加变得滑顺。はい、解像度も上がってますんで、グラフィックもより美しくなったと思ってます。楽しみ。那接下来是呢，游戏的解析度呢也有所提升了。那这个图像呢也变得更加的美丽。はい。で、今回まあインターナショナル版ということでですね、日本語音声に加えて英語の音声が選択可能になっております。これは切り替えができるという形ですね。はい。那接下来就是呢这次因应这个国际版哦，就是除了日文语音之外呢也有英文语音也收入进去了。那这个是玩家可以自由选择的。はい。で、3月2日にPS5 版発売になりますけど、こちらは日本語繁体字簡体字ハングル、そして英語字幕に対応しています。那接下来3月2日所发售的这个 PS5 版哦，那它会收录就是日文繁体中文简体中文以及韩文还有英文的字幕。はい、はい、でちなみになんですけど Xbox のシリーズ S、まあ、シリーズ X とあと Xbox One、あと Windows 10もかな、であと Steam 版ですね、こちらは2月25日だったかな、ロシア語とポルトガル語を含む、はい、全言語対応パッチというものもリリースしました。おお、すごい。那再来就是呢其实在2月25号的时候我们在 Xbox Series XS 还有 Xbox One 以及 Steam 上面呢都发出了这个游戏的更新档哦。那你只要使用了这个更新档之后呢就可以支援这个俄文还有巴西葡萄牙文等各国的语言。はい。でちょっとこのリリースの時にですね2月25日ですねちょっとバタバタしてまして、Steam 版とかうまくパッチが落ちてこなかったりとちょっとユーザーの皆様にご迷惑をおかけしました。この場を借りてお詫びいたします。すみませんでした。那就是因为这个更新档呢就是实在是制作的就是我们有点赶啊，那就是可能对就是 Steam 的玩家们来说呢就不管是在下载或是各方面都有感到有点困扰这样子，那我们在这边就是先向 Steam 版的各位玩家们说声抱歉。好，谢谢佐藤制作人。接下来我们来看到下一页的 PPT。また次にお願いします。あ、ちょっと行き過ぎましたね。まだあるんですけど、5番目ですね。はい。PS4 版の時はですね、優勝のダウンロードコンテンツで販売していました、プレミアムニューゲームと、あと、スーパーファイナルミレニアムタワー、こちらも最初から収録されております。那另外还有一个不同的地方，就是我们有收录这个 PS4 版的付费 DLC 的 Premium New Game 以及超级最终迁徙塔这两个 DLC 的内容。
はい、で6つ目ですけど、はい、まあ、一部あのトロフィーの項目ととも、調整が入っております。那再来就是我们针对、部分的奖杯的内容也有做调整了。はい、はい、好，接下来呢我们来看到下一张 PPT 咯，再有请佐藤制作人帮我们做介绍，お願いします。はい、こちらですね、またあの早期購入特典としまして、ダウンロードコンテンツのレジェンダリーコスチュームセットというものをご用意しております。こちら あのコスチュームセットですね、歴代シリーズのキャラの服装に衣装チェンジできるという特別な衣装セットになります。はい、那另外这个早期购入特点的部分呢，我们是准备了这个 DLC Legendary Costume 套组来送给各位玩家。那这个Legendary Costume 套组呢，它是可以将历代系列角色的服装呢，让藤中忠七里面的角色来做换装的一个特别服装套组。哦，这个特点大家一定很想要。あ、よろしいですか。はい、こちらのコスチュームセットは早期購入特典ということで、プレイステーション5版は4月の1日の、23時59分まで、であと XBOX、あと Windows ですね、こちらに関しては3月の24日までとなっておりますので、皆さんお早めにご購入いただければと思います。はい、那另外呢，这个我刚刚说到这个 Legendary Costume 套组哦，它其实是早期购入特点。那这个 PS5 呢，它是截至4月1号为止可以获得。那在另外这个 Xbox Series X 跟 Xbox One 版这些平台的话呢，则是到3月24号为止。好，那我们接下来再看到下一张 PPT 喽。哎，お願いします。はい、龍がごとく、光と闇の行方インターナショナル版ですね、こちらは、ご覧のプラットフォームで3月2日に、ご覧のプラットフォームでもう発売中なんですけれども、はい、プレイステーション5版に関しては3月の2日に発売になります。よろしくお願いいたします。楽しみにしてますね。那在这边呢再跟大家重新介绍一次哦，就是人中之龙七这个国际版呢，这个在荧幕上所见的这个 Xbox Series XS 这一些游戏平台呢，目前是已经发售中了。那三月二号的时候呢，我们还会发售 PS5 版。好的，如果已经有购入 PS5 的朋友们，一定很期待的，可以好好考虑来入手一下喽。非常谢谢佐藤制作人，可以看到这一次的国际版真的是有非常多样的平台，而且搭载了非常多种语言，真的是名副其实是国际版哦。这下子我觉得应该在整个世界当中也会再一次掀起呢人中之龙七的风潮。那其实同样的呢，跟刚刚我们上一个节目一样，我们在前几天为止也是募集了非常多想要在节目当中询问明月总监跟佐藤制作人的问题，接下来呢，我们就从中来挑选几道问题，询问一下，佐藤制作人还有明月总监。はい、これからは先日まで名越さんと佐藤さんに聞いてみたいことを募集しておりましたが、今からちょっと読み上げますね。第一个问题是呢，想请问一下，人中之龙系列下一步的新作。可不可以加入二 P 两人合作或者是多人连线游玩等模式呢？这是玩家的其中的第一个问题。まず一つ目なんですけれども、佐藤さんにお願いします。今後龍が如くシリーズ本編に協力プレイやオンライン要素を入れる予定はありますでしょうか？なるほど。どうですか？まああれですね、まだ次回作も、作ってますよぐらいの情報しか出してないので、これから作っていくことにはなるとは思うんですけど、やっぱり何かユーザーの皆さんがゲームの中でいろいろコミュニケーション取れたりっていうのが、非常に楽しいことだなとは思いますので、はい、ちょっと前向きに考えていってみたいなとは思います。イエス、やった。其实我现在能够透露给大家的情报，也就只有我们会制作下一代的作品，这个初步的资讯而已。但是呢，就是借着这个问题，我也想到了，就是说，其实要去思考，就是说，怎么样在游戏中让玩家们可以互相沟通，享受到沟通的乐趣，我想也是一个很重要的要素。所以我会积极的考虑这个游戏的要素。はい、ありがとうございました。好，接下来的第二个问题呢是，
请问人中人龙系列的主题曲神曲很多，那么这个歌手或者是乐团是怎么样决定的呢？次の質問に行きます。名越さんにお願いします。リュウガゴトクシリーズのストーリーにぴったり楽曲を聞いてみます。聞いていますといつも感動します。アーティストはどのように決めますか？という質問です。まあ毎回結構悩んでいて、まあ理想的なことを言うと早い段階で決まるのがいいんですけど、大体は、はい、まあ、シナリオができて、はい、ゲームの雰囲気が決まってからお願いをするんですけど、はい、まあやはり、うん、単純に メジャーな人を選ぶだけでなく、そのシナリオドラマが、一番こう生きるアーティストの方は誰だと、で、まあ、もちろんそのアーティストの楽曲を聴いて、はい、皆さんが曲だけでもやっぱり評価をされるような形にしたいと思ってるんで、まあ、一言じゃなかなか難しいんですけど、まあうん、ドラマと合っていて曲だけ聴いてもいいなと言ってもらえるような取り組みっていうのを毎回すごく意識して、はい、本当にすごく毎回悩みますけど頑張って考えてますそうですね。其实关于这个乐团啊或者是歌手的这个怎么样选择的问题哦，每一次在制作游戏的时候呢，都是思考了很久。那我们大致上都是在游戏的剧情啊，还有游戏的整体的氛围调性决定好之后呢，就会开始去找看有谁适合。那其实也不只是会找有名的歌手或者是乐团，那主要还是看就是说那个歌手或是那个乐团跟我们目前的想要创作的东西是不是相同的，那想法是不是一致的。那我觉得其实是很难用一句话去把它形容完的啦。那当然最主要如果要一言以蔽之的话，可能就是只能说我们尽量就是去找就是说能够跟我们剧情搭配的歌手或乐团这样子。嗨，ありがとうございました。好，接下来的下一个问题是最后的问题哦。像是呢，这个问题是，像是人龙七的副标题是光与暗的去向，在我破关的时候呢，终于了解它真正的意义了。请问一下，副标题通常都是怎么样做决定的呢？はい、それでは最後の質問となりますが、名越さんにお願いします。光と闇の行方というサブタイトルがゲームを終わって。なんかすごくその真の意味が分かりましたね。サブタイトルはどのように決めますか？実は結構毎回スタッフがロゴを作るから早く決めてくれって言われるぐらいギリギリまで実は決めないです。だから本当に決めないというよりは、やっぱり僕自身もゲームが完成を本当に迎えるところまで来て、結局この作品ってのは、まあ、もちろん僕らなりのメッセージがあって作るんだけど、そのメッセージが一番これがふさわしいっていうふうに決められる僕自身がそういう気持ちになれるのが一番本当に最後なので、はい、毎回すごくスタッフに申し訳ないけど本当に引っ張って最後の方で決める感じですね。はい。其实关于这个副标题哦，就是每次就是在做这个游戏的 logo 的时候呢，工作人员他们都会催我，就是说，哎，要赶快决定啊，这样我们才可以就是继续制作这样子。那可是我就是会去想，就是说，其实这副标题应该要是一个可以破题的东西，或者是它可以符合就是我们游戏的剧情的内容，或者是游戏的走向，想要传达给玩家什么样的概念，那想要传达出就是这个游戏中究竟玩家可以在游戏中获得什么，所以我每次都会在这边就是想很久想很久，那每次都是拖到最后最后的一刻，然后才会把这个东西决定出来这样子。はい、いろいろ教えていただいてありがとうございました。以上質問コーナーでした。ありがとうございます。好，以上呢就是我们这一次所募集的所有的玩家跟粉丝们最想要询问总监还有制作人的这些问题。
然后最后呢，我们在这边也要再请到佐藤先生，那还有明月总监来帮我们做一个小结。我们时间的关系，节目也要即将进入尾声咯。早速、最後となりますが、最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。まずは佐藤さんからお願いします。はい、そうですね、今回あのインターナショナル版っていうのはあの本当に初の試みなんですけれども、まあ、英語のボイスオーバーをしっかりやってますし、その英語に合わせたリップシンクも対応してますん でまたその英語のアクターさんたちがですね、結構その原作、日本語の原作の声優さんに本当にあの似た感じでしっかり演技していただいてて、まあ、英語なんだけどあの本当にそのキャラクターのイメージを壊さずやって、はい、あの演じてくれたので、はい、あの本当に一丁の価値はあるかなとは思っています。なのですでにあのご購入されてプレイされた方でももう一度楽しめるものになってるんじゃないかなとは思いますし、あのまだ、プレイされてない方に関してはこの機会にあの盛りだくさんでいろんなものが入ってますんでお得なのでぜひ手に取って遊んでみてください。でまたあの今後ですね、龍が如くスタジオ、最近コロナでちょっと僕年に数回は、ね、アジアの各地に行かせていただいてたんですけど、これが行けなくてちょっと残念なんですが、そうですよ、まあ、今後もあのアジア圏の皆さんにしっかり楽しんでいただけるように、積極的に取り組んでまいりますので引き続き、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。首先呢、就是针对这个人中之龙七国际版、其实这一次加入了英文语音的部分呢、其实我们呢在这个英文的声优的表现部分哦，其实呢它是完全呢不输给就是日文声优的部分。那玩家在玩的时候呢一样可以感受到就是这个人中之龙系列一向的热血的剧情跟演出内容。那我甚至呢就是觉得说呢这个这样子的演出呢就是优秀到就是真的是值得再玩一次的哦。那而且这次我们国际版呢也加入了就是很多很多的 DLC 的内容，那可以说是非常的丰富。那如果你还没有玩过的话呢，我会非常建议你就是购买这个版本，然后好好的享受一次。那再来就是其实我每年呢都会到就是台北电玩展跟大家见面，那很遗憾就是因为疫情的关系哦，所以就是可能最近都没有办法跟大家见面。那我呢就是也会趁着这个没有办法跟大家见面，虽然很可惜，但是我会努力的和大家制作游戏，那用游戏的方式来跟大家见面。谢谢。ありがとうございました。はい、そして名越さんにお願いします。はい。まあ龍が如くというタイトルもおかげさまで15周年を迎えることができました。で、まあ最初に。海外進出を果たしたのはやっぱりアジア圏の方だと僕らは思いますし、そこでこう熱心なファンの方がたくさんついてくれてって、でそこで僕らも海外に向ける海外に向けていける自信というのを徐々につけながら、で、まあ、今欧米のユーザーの方もそして Xbox のユーザーの方もどんどん広がりを見せるきっかけをねやっぱり作ってくれた、大事なマーケットだと今でも思っているので、まあ、どこのファンに向けてというわけではなく、まあ、今龍が如くのユーザーは皆さん大事なんですけど、もうでもその 15周年を迎えるにあたる最初のエネルギーをいただいた大事なマーケットはアジアのユーザーの皆さんだと今でも思ってますから、はい、これからも頑張って、いいゲーム作りますから、はい、引き続き応援をよろしくお願いします。人中之龙呢、真的是托各位粉丝的福哦，然后也迈入了第15周年了。那我们今后呢也会努力的创作就是人中之龙的系列的游戏哦。那对我们来说就是第一次呢把人中之龙这个系列的游戏从日本推到就是国外呢，就是朝我们这个亚洲圈来做发行跟贩售。那也就是因为有这样子的契机，那也才有现在这样子的机会能够整个拓展到就是欧美了。那不管是哪一个国家或者是哪一个地区的粉丝们呢，我们都非常的珍惜。那也希望就是说呢，今后努力能够继续努力的制作游戏来就是回馈给粉丝们。谢谢大家。はい、ありがとうございました。本当に
あの本当にですね、いろいろ聞かせてありがとうございます。いろいろな情報を得ましたよね、プレイヤーの皆さんも。好，真非常的感谢今天我们的明月总监还有佐藤制作人在我们的线上直播当中跟大家 分享非常多的资讯。在这边呢，我们就要跟明月总监还有佐藤制作人 say goodbye 咯，也希望大家留言给他们，跟他们说声再见。はい、それでは、そろそろ以上となります。名越さん、佐藤さん、ありがとうございました。また台湾でお会いしたいと思います。よろしくお願いします。またね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。好，谢谢明月总监，还有谢谢我们的佐藤制作人。今天跟两位制作人聊天，让我想到之前在电玩展的时候，或者是在我们的人中这种系列当中，其实举办过非常多的粉丝活动，不管是制作人见面会也好，或者是回馈给玩家粉丝们的一些纪念发售的活动，就让我想到呢跟两位见面的时候的一些情景，有没有让大家觉得非常的怀念呢？在今天节目的尾声当中，还是要再继续提醒大家，今天我们的来看 SEGA TV 啦的抽奖活动咯。好，现在在我们的 SEGA 当中举办的来看 SEGA TV 啦的抽奖活动呢，还记得吗？赶快到我们的 SEGA 亚洲家用游戏粉丝团按赞，并且在呢我们以下的这些时段当中，在 SEGA TV 的节目里头把节目当中的截图拍照拍下来，上传到自己的 Facebook， 并且 tag hashtag 来看 SEGA TV 啦，就可以有机会抽到以下的赠品咯。好，现在呢我们的下一个我的节目的时间呢是在8:15开始，要为大家带来的是罪恶帝国救急的犯罪战略游戏，马上就要回到我们的 SEGA TV in 台北的现场，大家休息一下，喘口气，喝口水，上个洗手间，我们等一下8:15再回来到我们的活动现场，等一下见咯。最後の情けを無駄にしやがって愚か者、ありがとう。アブデイジマ豪華キャスト陣を迎え、龍が如くが挑む新たな挑戦。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ、心の根っこの部分で繋がっちまってるからなんだよ。龍が如く7、光と闇の行方。